鈴子こコースケ略してここ。この動画は小中学生新人声優石井ココアと原鈴子が大木こうすけをワンランク上のお兄ちゃんにするためいろいろ教える動画です。と鈴子ちゃんお兄いやお兄いやまあお兄ねコメントでみんなもなんか俺だけ名前呼ばないとかもあるけど、ここで2人しかいなくて1人しか呼ばないってのはすげえな。ちょっと仕切り直してもう一回言って。兄ちゃん、鈴子ちゃん、コメントが来てるよ。リコさん、うわもう常連じゃない？ありがとう。いつもありがとう。私もスノー使っています。スノーの裏技があって2人でやるんですけど、まず2人で何のフィルターでもいいので、フィルターでもいいので写真を撮らずに画面に映ります。1人の人はもう1人の人のスノーのフィルターを横から撮っていくように顔を近づけます。うん、それを数回繰り返すと、スノーにスノーを重ねていくことができます。あ、なるほど。友達とやってみたんですが、コツをつかむには数回かかりました。ぜひココアちゃんとスズコちゃんとコウスケお兄ちゃんもやってみてください。ありがとう、はい、ありがとう。いいやってみよう。それはもう早速、はい、スズコココウスケ略してコココ。面白くなりそうねって。あ、いいじゃん。横の方がいいんでしょ。だ横にしてるからみんな取れ。やばいやばい。もっと入ってもらいたい。で、せーの。オッケーオッケー。やばいやばいやばいよこれ。やばい写真撮れたねこれ急に。2人とも前とかだともうガーンだから。あ、そっか。ガーンだから後ろ前で。じゃ交互に。そうそう交互にやって。いくよ。せーの。あ、だめだ、ちょっと待って。違う、いや聞いてた。さっきシュってやるの、シュのそのもうみたいな。それ違う違う。せーの。じゃあもっと重なった方がいいの。こう、あそうそうほら、あ取っていかれた。いくよ。やばこれ。ココアちゃん不器用すぎない？ココア、待って待って。ココアちゃんがまずこうしかやってないの。こう来なきゃいけないんだよ。そうやってもなんか全然できない、こっちがやると。うん、でも映ったりすんね。おー。あ、なんか人のサングラスを上にずらした。ぶつかってきたことによって。あ。他のも他のも、なんかコッペタビヨーン系とか。あ、そう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 、これじゃない？これだ。これ3人でできたらすごい。せーの。怖い怖い怖い。俺さ、もうどっちかがバーン来んじゃないかと思っても怖いんだよね。これはもう、わからん。わからん。怖い、怖い。怖い、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 怖い。もう怖い、お、怖い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 。もう、ビジュアル系のバイブに来たみたい。やばい、やばい、やばい。鈴子こコウスケ、略してこここ。ちゃんと自分が最初から映ってからがいいよ。はい。いいよ。せーの。ね、重なる気ないんだよね。ガーンなんだよね。こう、前ね。前で来て。これとか特にこういうことだね。またあの怖いやつやんの。あ、怖いよ。いや、じゃじゃあのね、ちょ、俺動いていい？一回。コウスケ兄ちゃんもなかなか下手なの。下手かな。じゃあ一回鈴子ちゃん、前バーンってぶつかる感じでやってきて。あー、からね。あー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 。ちょっとやって。うん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 、今2倍になったよね、口ね。ね、本当にリコさん、今日はコメントありがとう。ありがとう、すごく楽しかった。みんなもまたね、送ってね。お願いね。ココラです。クマオです。スノー、楽しかったね。こんな裏技があるなんて知らなかったね。うん、意外と難しかったね。教えてもらわないとできなかったな。本当だな。みんなからコメント待ってます。また楽しい遊び送ってね。バイバイ。バイバイ。チャンネル登録お願いします。鈴子こコウスケ、略して略してこ。よろしくね。バイバイ。
いや決まんねえな、なかなか決まんない。じゃあね、そうかもしんない。バイバーイ。